ナンバーガイ、とうとう YouTube チャンネルが発表。平野翔のダンスコラボ、岸優太の飯テロ動画などが配信予定。こんにちは、スコープ芸能です。滝沢秀明氏のエンターテインメント会社 2B、 これまで同社の公式 YouTube チャンネル 2B オフィシャルは、元キング&プリンスの平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんが合流してナンバーガイとして再始動することなど、所属タレントに関する発表の場として主に利用されてきました。そんな 2B オフィシャルが新たなフェーズへと移行するようなのです。 2B の公式 YouTube チャンネルで本格的な番組を開始すると聞こえてきています。近年の YouTube はもはやテレビのバラエティ番組レベルの動画が多く投稿されていますよね。その流れに乗って2B も本格的な YouTube 番組をやると言いますね。 2B はすでに IMT が公式 YouTube チャンネルを開設していますが、さらに本格的になるとかと制作会社関係者はこう話しています。 YouTube 番組と侮ってはいけません。スポンサー企業やテレビ業界で働く一流のスタッフが協力し、現在の YouTube 番組はそのまま地上波テレビで流せるレベルの番組も数多くあります。例えば宮迫博之さん、オリエンタルラジオ中田敦彦さん、極楽とんぼ山本圭一さんが立ち上げたトークバラエティ番組ウィンウィンウィンや、アンジャッシュ渡辺謙さんによる渡辺がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組などが代表的なものです。滝沢さんや 2B の多くの所属タレントの古巣である旧ジャニーズ事務所現スマイルアップも現在では YouTube に力を入れていますよね。例えばジュニア、旧ジャニーズジュニアのジュニアチャンネルは、スタジオのわちゃわちゃトークから本格的なマグロ解体ショー、富士山登山まで幅広くこなしています。スノーマンなどデビュー組も MV 配信を中心にドライブなど単発企画を行うことも多くあります。そして何よりも旧ジャニーズの YouTube チャンネルといえば、嵐二宮和也さん、 KAT−TUN 中丸雄一さん、平成ジャンプ山田涼介さん、セクシーゾーンの菊池風磨さんのジャニのチャンネルが代表格ではないでしょうか。 2B サイドとしてもジャニのチャンネルとの差別化は図りたいでしょうが、ファン層もファンが求めている内容も大きくは違わない、どこか似た内容になってしまいそうな気がしますが、やはり両者はライバルになるでしょうね。そしてその 2B の代表格がナンバーガイですよね。新たに始めるという YouTube 番組のメインもやはり彼らということになるのではないでしょうか。ナンバーガイの人気は圧倒的ですし、キング&プリンス時代はキング&プリンスルを筆頭に漏れなく全員バラエティ番組も強かった。平野さん、岸さん、神宮寺さんは3人とも天然で突き抜けたところもありますが、バラエティでもそれぞれ独自の個性を発揮している。そしてテレビの経験が豊富なので生番組にも慣れている。本業のアーティスト活動以外も多彩なチャンネルになるのではないでしょうか。それぞれ YouTube と相性の良い趣味や特技もありますからね、と前出の制作会社関係者は話しています。まず平野さんといえば、やはり武器となるのは圧倒的なダンス力ですよね。平野さんが単体で踊るだけでも一本の動画として成立するのですが、 IMP など 2B の若手とコラボしたり、世界的ダンサーとのバトル形式のダンスコラボなどは非常に見応えがあるのではないでしょうか。神宮寺さんはデニム愛好家として有名ですが、これも YouTube と相性が良さそうです。ファッション YouTuber は一定の需要がありますが、デニムは愛好家が多くて鉄板です。同じ元ジャニーズでは草薙剛さんが11月4日投稿の密着、デニムを愛しデニムに愛される男草薙剛の休日ブラ剛という動画を投稿しましたが、そこで熱くデニムを語っていました。11月13日現在再生数は29万を超えています。そうした内容ならナンバーガイは新たなファン層を獲得できる可能性もあるかもしれません。
神宮寺さんは11月1日発売の GQ ジャパンでデニムの聖地である岡山県倉敷市の工場を訪ねていますが、そういうロケ企画も良いかもしれませんね。神宮寺さんは車好きなので、ドライブ動画としても楽しめるはずです。岸さんはやはり飯テロ系が強いと考えられます。キンプリ時代の岸さんは豪快に食事を頬張る姿がもぐもぐ岸くんとファンから評判でしたが、 2B に合流後もそのイメージは健在。直接食事している姿は見せていませんが、岸さんの X、Twitter はごませんべいを食べてる音声とか天ぷらそばの写真とか食べ物に関する投稿ばかり。彼の豪快な食いっぷりは食レポよりも飯テロを楽しむ動画としてジャンルを築けそうです。 2B の他メンバーと YouTube の鉄板ネタ聞き丸々を行うのもありですよね、と前出の制作会社関係者は話しています。また平野さんは10月24日にインスタグラムのストーリーズ機能で、実は岸くんが来る前に陣とプチ旅行シンガポール行ってきたと報告し、その後インスタで同旅行の写真を公開していることから、こんな期待もあるといいます。インスタグラムで一部が公開されているシンガポール旅行の完全版を流す番組ですよね。旅番組みたいに編集したら絶対にウケますよね。2人のプライベートに極めて近い映像が見られるわけで、ファン垂涎の動画になるのは間違いない。かっこよくてやたらと楽しい両者がシンガポールを奔放に楽しむ映像は、ファンならずとも見たいという需要はあるでしょうね。そしてキンプルではメンバーの個人ロケの VTR を他メンバーがスタジオで楽しむ企画がありましたが、スタジオを岸さんに加え若手 2B タレントに担当させれば、ナンバー I 以外のタレントの知名度も上げられて、 2B としても一石二鳥ではないでしょうか。おそらくですが、シンガポール旅行にはマネージャーも同行したといいますし、 2B の YouTube 新番組のために旅行の模様は動画で撮っているのではないでしょうか、と制作会社関係者は話しています。ライバルとなりそうなジャニのチャンネルは、事務所の騒動の影響で11月1日投稿の動画を最後に投稿休止状態となっています。そんな中で 2B そしてナンバーガイの YouTube 戦略は着実に進んでいるようですね。今後のナンバーガイの動向に目が離せません。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。